皆さんこんにちは。今日の知っとくは日本酒の美肌効果のお話です。日本酒には2つの美肌効果があり、美肌への好影響が非常に大きい飲み物です。1つ目は日本酒を飲むと体温が高くなることです。体温は2度ほど上がります。日本酒を飲むと体がポカポカとしてくる感じがするのはこのためです。体温が高くなることによって血液の流れが滑らかになり、毛細血管の働きが活性化します。これによって肌がツヤツヤになるのです。お相撲さんはよく日本酒を飲みますが、このため肌がツヤツヤになるのです。もう一つの美肌効果は、日本酒を飲むと美白になるからです。美白という言葉の定義は、メラニン色素の生成を抑えることによりシミやくすみを防ぐということだとされますが、日本酒にはメラニンを生成する酵素であるチロシナーゼを抑える働きがあるのです。このことによって美白効果を得ることができ、シミやくすみを防ぎ美肌になることができるのです。日本酒、美肌、色白、連想するのはお相撲さんというよりは小料理屋の綺麗なおかみさんの方がいいですよね。